はいお世話になってますフォトレシオでございます何かというとですね今日ご紹介するのですねこちらの2つ赤いやつですねよく見るとドラゴン乗ってますけれども TP ミニバイアレス映像伝送装置いわゆる飛ばしというやつですね今このカメラで撮っている映像を上にある映像伝送装置送信機からこっちの受信機で受けてこのモニターに表示しています。はい こここは、ね、ワイヤレスでございますでこの TP ミニ、えー、とにかくシンプルで性能良くて安いまず性能を簡単にご説明というかね、えー、押さえておきたいんですけども最大フル HD60P を500フィート先まで飛ばせます遅延ですねワイヤレスはどうしても遅延が発生するんですけれども このクラスのものとしては標準的な遅延です 80ms ということでこれ今 24fps で撮っているので大体1.5コマぐらい遅れます1.5コマぐらい遅れます、はい、他社製品の5万6万する製品とこの遅延自体はそんなに変わらないです電源は L バッテリーもしくは US B で USB で USB-C 端子でね給電が可能になっておりますで冒頭でもやりましたけれども ペアリングはとにかく電源入れてペアリングボタンを長押しするだけです。それだけ。ちょっと立ち上がり遅い感じはあるので、あのせっかちな人はちょっとイライラするかもしれないんですけれども、こんなもんだと思います。でもこれファンレスで非常に低,低電力であ,あの使えるので非常に長時間回ります。そしてですね、最大の性能としてはこれ安いんですね。とにかく安いです。 なんと89ドルという価格になっておりましてちょっと前の感覚だとまあ1万円切るのすごいですねみたいな感じでめっちゃ驚かれるはずだったんですけどもあの <laughs> 日本は為替の影響で,ですね今これちょっと1万6千円ちょっとしてしまうんですねちょっと高い感覚はあるかもしれないんですけども例えば同じような製品4万円から っていうような感覚になりますので、決して高くはないと思います。ただその値段の分、いろいろなものを削ぎ落として、すごいプリミティブな仕上がりになっています。とにかくこれはですね、この送信機と受信機の間をつなぐだけなんですね。この一セットでしか使えません。例えば受信機を増やせば二系統、三系統を受けられるのか受けられません。例えば iPad にアプリを入れてアプリで受けられるのか無理です。 まあ、とにかくこれとこれだけ、まあ、そういうシンプルな設計になっているさらにモニターもねこれモニターついてるかなと思ったらこれはですねなんと LED のインジケーターがついてるだけなんですね。バッテリーの確認とペアリングしているかどうかかの確認しかできませんという非常にシンプルな作りなんですけれども伝送距離そして遅延はまあ標準的な性能を持ってますし入出力も結構豊富で送信機側は HDMI の入力力と出がが1系統スルーアウトができます受信機側は HDMI のアウトが 2K とあるのでモニターを2枚つないだりということができるようになっているので現場での設置柔軟性もそこそこあります。というようなこの超絶シンプルな飛ばし、ね、が発売になったととで国内で使用される方1点だけ注意事項があります。 これですね DFS という機能を聞いたことあるでしょうか気象レーダーとか航空機が頭上を通る際に一定のチャンネルを開けなければいけない、ね、一定のチャンネルを自動で変えるという機能が DFS なんですけれどもこの DFS は乗ってても認証が下りないと外では使えないですね。なのでで現状これ買っってても外はは使ってはいけません 法律的にアウトになりますのでそこだけご注意くださいただ、えー、認証は申請はしているので認証が折り次第うちのチャンネルでもお伝えお知らせいたしますので、えー、そこら辺のサポートはね、えー、引き続きしていきたいと思いますのでそこら辺はご安心くださいさらにこのシンプルなセットが例えば同じ空間に何セットぐらいまでだったら、えー 一緒に使えるのかみたいな実験もですねちょっとやる予定ですので、まあ、そこら辺の実験も合わせてちょっと追試はしていきたいと思いますので、えー、ご期待いただければと思います。とにかくですね,ね使い方もシンプル性能もシンプル値段もシンプルねデザインだけ頑張ってる、ね、このあでもそう忘れてました。 このドラゴンなんですけどもこれはですねあの国内の出荷分に関してはシールが別になっているのであの欲しければシール貼りたければ貼る、まあ、そういった方式になっておりますただまあ映像の現場だとこの赤がどうかっていう意見はいろいろあるかなとは思います個人的には、 その映り込みとかがない環境ならば目立っていいなと思いますねその結構黒い機材多いので紛れちゃうとかそういうのがあるのでこれはまあた利点はありますただまあやっぱり赤だとちょっと映り込んだりとかっていうのがだと悪目立ちしたりとかねそういうのがあるのでそこはちょっとあの人によってはこの赤が使いづらいという人もいるかなとは思いますね。 まあ、うちみたいにちょっとこういう感じで使うっていうんだったら別に問題ないですね。あとはこれかっこいいねって話のネタになる人もいればなんだこの,このデザインのものを現場に持ってくるとか何考えてんだって思われたりしまうクライアントサウンドとかもいるかもしれないのでそこはご注意ください。はい、<laughs> まあご自身の判断ででお使いいくださいって感じですねとにかくこの値段でこのちゃんとした性能が手に入るというのがまあ 最大の売りポイントになりますので、えー、まあ、よかったら下の概要欄からチェックしてみてください以上今日は t p ミニをご紹介いたしました、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございますまた次の動画でお会いしたいと思いますさようなら